マントゥロボの紋章、マントゥロボは、ロシア西部、コストロマ州の中部にある都市。人口は19,457人。ボルガ川の左支流、ウンジャ川の右岸にある。州都コストロマからは北東へ 260km、モスクワからは北東へ 650km。最寄りの町は 50km 東にあるシャリア。ヤロスラブリからガーリチを経て、 キーロフへ向かうシュベリア鉄道本線が通る。ウンジャ川とメジャ川の合流点の高台には、かつてメレア人の集落や要塞があり、交易に使われていた。マントロボという名の集落が記録に現れるのは、1617年のことである。その時代には、加工があり、ウンジャ川を使った交易や造船なども行われていた。マントロボという地名は、 メリア人の住んでいた頃の地名に由来するとみられる。1870年代頃には、農産物の定期市や週一度の市場を持たつ、交易の町だったが、当時の住民は160人ほどであった。20世紀になると、シベリア鉄道の開通により町の発展が始まった。1906年には、ボログダブヤとか間の路線が完成し、マントロボの近くに、駅ができた。 町は鉄道による交易と材木取引で大きくなった。1917年には製材所がいくつかあり、後には大きな製材工場も建った。1917年の10月革命以後、製材所を中心としたコンビナートが形成され、労働者が集まった。1958年4月11日に市の地位を与えられた。マントロボは現在も 製材の中心地であり、製材コンビナートは、ロシア国外へ木材などを輸出している。製材業の他には、機械工業、科学、食品などの工場がある。ありがとうございます。